皆さんこんにちは、エルザです。今回は状態変化で会心率と攻撃力を盛りながら手数と凍結で圧倒する拡散型アタッカー K 竜を普通プレイヤー視点で解説していきたいと思います。 K 竜なかなか評判良さそうですよね。で今回は K 竜が無課金の方のアカウントでゲットできたのでちょっとそちらで育成をしてみました。まあその時の強さなどをね紹介できればと思います。もちろん持ち武器はなしでまとめてます。ヘルタ武器を使ってますのでダメージ感とかも見てもらえるといいのかなと思います。また陰月との比較も気になると思いますので違いも今回はお話できればと思います。正直使ってて笑っちゃうくらいいいキャラでしたね。それでは行きましょう。それでは恒例のガチャ結論からいきたいと思います。拡散タイプのアタッカーがいないなら大ありなキャラクターとなってます。複数戦での処理能力と凍結による遅延が本当に気持ちいいキャラですね。また異物厳選はキャラバフによって補えますし、ちょっと荒い育成でもそれなりに強くなるっていうのがいいところです。速度も上げればそこまで状態変化は気になりませんし、 SP 効率も良く、チームとしての SP 枯渇問題は起きにくかったと思います。特にブローニャでスキルをガンガン使ってても余裕がありましたからね。ただし味方の編成によって耐久値が左右されるのが難点といったところです。それではガチャ評価はこれくらいにして性能面などの紹介をしていきたいと思います。特徴についてですが、天白状態をうまく活用して会心率と攻撃力の火力面アップと拡散攻撃による手軽さで SP 管理ができる凍結遅延型のアタッカーとなってます。天白状態をうまく活用することで火力を維持できるのがいいところですね。また速度が速いことで作防を貯めやすく EP 効率も良かったので意外と扱いやすいっていうのが正直ありましたね。ただし天白状態では味方全員の HP4% を消費して火力をアップするため全体回復や味方の HP 管理、育成は必須となってました。それではスキル関連を見ていきたいと思います。まず秘技についてです。秘技に関しては発動するだけで作防を1層獲得し、さらに EP も15回復するっていうのがいいところです。また凍結の基礎確率が 100% ということで必ずではないんですが高確率で凍結状態でスタートができるのがいいですね。例えばなんですが探索時に敵が多いところでは戦闘を避けたりオブジェクトも破壊できるので結構探索に関しては便利でした。続いてはスキルです。天白状態で攻撃パターンが変わるのが特徴ですね。天白でなければ単体、天白になると複数といった感じです。でヒット数、ターゲット数ともに天白状態の方が強力なので必殺技や EP 回復などを工夫して維持したいところとなります。火力の大部分を占めるので育成の優先度は高めというところですね。続いて必殺技です。必殺技を発動するとダメージだけでなく作防をゲットするため重要な要素の一つとなってます。特に天白状態の時には必殺技で1ターンの持続がつながるので必殺技は天白状態でも使用していきたいっていうのがありますね。むしろ天白状態の時に使いたいです。で使いどころで火力維持につながるので天白状態なら積極的に使っていきましょう。続いてはテンプなどの追加能力に関してです。天白状態の時のバフが多くなっている傾向です。でテンプに関しては会心率が伸びるので異物の育成の厳選だったり難易度っていうのに関わってきます。さらに攻撃力も上がるので結構大事なんですよね。で育成は早めにしていきたいですね。でその他にも追加能力とかにも火力や行動の維持に必須なものが多いのでこちらも意外と優先の高めとなっています。強化の優先度っていうところで言うとスキル、テンプ、追加、必殺の順になりますね。続いては硬炎水と異物を見ていきたいと思います。まず硬炎水からですね。基本的には星5、星4、星3ではこんな感じとなります。武器に関しては持ち武器が一番ですがない場合はアイオンで十分でした。耐久面が気になるっていう方であればかけがえのないものもおすすめですね。これに関しては回復っていう要素がついてきます。で星4に関しては敵を倒した時に効果が発揮するものが多いので火力重視で見るといいのかなと思います。長期戦にはあまり向いてないところもありますからね。で長期戦向きっていうところで考えると秘密の誓いがバランスが取れて良さげではありますね。で星3に関しては典型がいいです。
重量5までできているなら使用するのは十分ありな高円錐ですね。やっぱプラス 40% っていうのは強いです。なんですが、まあとりあえず星5のアイオンをつけておくのが高円錐としてはいいかと思います。続いて異物に関してです。異物に関してはこんな感じですね。で、基本的に異物は火力を伸ばしていきたいっていうのがありますので、雪の密林の狩人の4セットがいいです。あまり混ぜたりしない方がいいですね。で、星々の競技場に関しても、会心率 70% っていうのがありますが、天白状態で簡単に突破することは可能です。なので、効果が見込めるものとして装備するのがおすすめですね。ただし、会心率は30から40を維持しておきたいのがあります。サブステータスの厳選はしっかりするのがいいですね。特に厳選するところで言うと、会心率といったところです。で、攻撃力が不足しがちな傾向なので、攻撃力は2200から2500を目指すようにまず厳選するといいかと思います。それなりにいい異物を持っていればいい感じに育つので、意外と育成は簡単に感じました。もし不言など回心率アップキャラがいるようであれば、さらに難易度は下がっていくと思いますね。最後に、陰月との比較や両方を持っている時の優先度について話していきたいと思います。まず比較ですがこんな感じです。それぞれ対比で出していますが、まあ一番の特徴は SP のところですね。属性に関してはそれぞれでトップクラスなので、SP 管理以外は非常に比較が難しいっていうのが本音です。ですが、育成の難易度を考えると、軽竜の方が圧倒的に楽です。陰月は持ち武器があれば会心率70っていうのは作るのは簡単なんですが、持っていない人からするとめちゃくちゃ辛い育成になりますね。ここが大きな差になるかなと思います。また、両方持っている方の高円錐の優先度ですが、軽竜に IO を持たせる方がいいです。軽竜は速度が高いため攻撃回数は非常に多く、速度の劣る陰月よりも軽竜の方が安定して火力を盛りやすくなっています。さらに、育成的に軽竜は攻撃力が低い傾向なので、こちらが補うには一手付けというところですね。また、陰月に関しては、高円錐比較したものが過去にあります。で、これをした時に思ったんですが、ある程度育成ができているなら、陰月は典型でも火力が出せます。もちろん、重量5にしている必要はあります。通常攻撃に対してバフがかかるので、陰月の相性が非常にいいんですよね。ただし、先ほども言ったように、攻撃力のバフなどがないので、育成は頑張る必要があるっていうところです。まあ、育成の難易度とか、いろいろ見た時に、軽竜を優先した方がいいなっていうのがありましたね。で、高円錐が育ってないっていう方は、とりあえず軽竜を優先してから陰月を整えるっていう流れがいいかなと思います。もちろん属性的には陰月の方がいいんですが、やはり星5アタッカーをまず優先的に育てるっていうところでは、軽竜の方が軍配が上がるかなと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。